もう本当にいろんな企業に合わせられるもんな、俺たち。いやもうそこら辺はね、結構柔軟ですよ。例えば家電とか。あ、家電ね。この掃除機で何とかしてください。二階堂桃之さん、お願いします。はい、来ました。何か掃除機で面白いこと。掃除機で面白いこと。掃除機、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 掃除機で面白いこと。掃除機。いや、ハマっちゃってる。で、掃除機面白い。出ない、出ない。出てくるやつ面白くないから。プレーリードッグ専用の掃除機あんだって。そうなん。面白え、そんなにピンポイントのやつあんの。プレーリードッグとかってどこで買えるの。まあ、穴がいるもんな。そうなんだ。適度な穴がいるだろう。適度な穴が必要なの。土じゃなくても何かこう細くて狭いところに何か居住できる空間をね、用意してあげたらいいんだろ。これもみじおろしって作ったことある。あ、ない、家でない、ないかな。もみじおろしってさ、うん、唐辛子を大根にこう刺す。それの1個ちょっと大きめに開けとく。住めない、住めない。ブレリードッグのサイズ知らないよ、お前。そんなもんじゃねえぞ。でもな、動物は別れがきついからな。確かにな、動物との別れ惜しみすぎて大使い出せたもんな。え、そうなんすか。プレーリードッグ隊。いや、歌ってないよ。え、プレーリードッグ買ってたん。お使い。プレーリードッグ隊時には、どういう歌それね。プレーリー猫スイー、猫スイーって言ってるんだ。プレーリー関係ないじゃん、もう。お使いってまだ活動してんのか。あ、活動してるらしいよ。あ、してんだ。うん、だって言ってたもん。え、私猫かいって言ってた。言ってたんだ。あ、もうちゃんと自称してるんだ。だからまだ、うん、まだ活動してる。あ、そうなんだ。猫かいとしての活動始めたんだ。また違った一面を。あんま大塚の状況知らねえんだよな、でも。うん。この前会った時は。あった？あさってお茶かいって言ってた。知らねえよ、俺。え、そんな細かくお前に報告してくんの。あの彼女。お使いなんか、この前会った時、ギブスしてて、腕に。ギブスを、おう、え、大丈夫って。え、ちょっとそんなそんな大丈夫なのって聞いたらさ、うん、ああ、全然大丈夫だよ。ほんな慣れっこだから。え、慣れっこなんてやばいやばい。うん、いやいや、もうこれ右腕だけでもう、おそらく4、5回って言ってた。え、大使いヒット曲それだけだったっけ。そんな一本で戦ったっけ。あと、この前、大使いと、なんか素潜り行ったことある。仲いいね。仲良くない。異常に。その時に、うん、え、ちょっと待って、あれめっちゃ、なんかあそこにでかいのないってさ、うん、二人で喋って、うん、あ、素潜り。うん、え、やばい、あれ、なんだろう、あれ。何あれ何あれってすぐ大騒ぎしてて二人で、うん、よし、じゃあちょっと見に行こうっつって、はいはいはい、大塚が見に行ってくれたの。え、もうで帰ってきて、え、あれ何だったっつったら、うん、でけーかい、でけかい、あ、でけかい。え、定期的にそれで喋んないと死ぬ病気。大塚いって、もしかして。でけーかいだと。でけーかい、でけーかい、お前でけーかいじゃ伝わらないと踏んだ大塚愛が最初にちゃんと補足してくれてる。で、警戒から入ったよ、お前。あと、この前俺、大塚愛とペットショップに行ったんですけど。付き合ってます？大塚愛、こう、おもむろに店員さんに、すいません、ここからここまで全部くださいって言ってて。え、うん、どういうつもりって言ったら、うん、大塚愛が、哺乳類箱買いって言ってた。いや、気が狂っちゃった。あの歌に囚われすぎて。早く言いたすぎて、この話の冒頭で哺乳まで行っちゃったな。大きめのミスしてる。でっかいミスしてる。言いたすぎて。まだいる？お使い。いや、もう大丈夫ですよ。みんなもまだ、どう、いる？お使い。まだ食べるなら炊くけど、みたいな。あれ、すごいよね。今考えて。今考えたらすごいよ、ね。すごいよね。
絶対に勝ちたいですね。勝ちたい。あと DIY とかしたい。ヒロミじゃん。いや別に。ヒロミじゃねえか。ヒロミ。ヒロミの人生ってどんなでしたっけって大塚に聞いたら、うん、イオバイク DIY って言ってたもん。何？うん、イオバイク DIY って言ってた。イオバイク DIY。今日はもう。うん。大塚愛のことだけ考えてればいいですか？そんな僕はそんな日ある?2023 年に大塚愛のことだけ考える日があるの？お前